仏壇屋さん、骨壺の納骨をいたします。名前がわかるようにシールかなんかありますかえー、と言ってですね、昨日ご覧いただきました。お客様、シールはすぐ腐れます。それよりも内部にマジック油性ペンで書いてください。金箔が吹いても入げない国産仏壇。お仏壇の、あ、逆や,やった。 お仏壇の販売が転職なかった幸期でございます。2023年8月の14日、今日は月曜日、今ちょうど6時13分、えー、外気は25分、ああ、もう晴れてますね。いい天気でございます。朝のラでございます。あのー、ですね、昨日ご覧いただいて、先ほど言いましたけど、やっぱお盆ですからね、今お盆の今日は中日なんですけどね、あの、骨壺、納骨の骨壺を,を収めますと。 で、よいしょ、これ、当店こういう大きいのもございます。えーで、これにですね、あの、わかるように、えプレートなふ、なんか、貼るシールはないですかと、昨日ご覧いただきました。で、あの、お客様にお伝えしたんですけど、これ、テプラとか紙のシールとかは剥げますよと。やっぱ剥げるんですよね。意外と納骨堂の中高温ですし、多湿ですからね。はい。それよりも、あの、この中にですね、ここに油性で名前を書いてくださいと。 ここですね。それとあと、まあ、もちろん、ここにも書いていいと思います。あの、まず、表に誰々って書いてですね、誰々の父とか書くと、お孫様、ひ孫様、分かります。それとですね、逆に、ここ、中部、内部、それと、この裏ですね、ここ、素焼きの部分があるんですよ。ここに油性で書いてください。そうすると、消えにくいですね、あの素焼きのところがですね。えー これ双もですね、昔はこれは素焼きだったんですけど、今はこうやって上やっぱ上薬がかかってますので、まあ、一応ここにも書かれてですね、ただ、この横とか裏とかにも書かれたが間違いがないですよね、まあそういう感じでマジックで書かれたらいかがでしょうかと。ああとですね、こういうい木の札あの 金属製の本当はプレートが一番いいんですけど、えー、なかなかあれはですね、どう、はい、うちではちょっとすみません、今、加工ができないです、ね、ホームセンターさんに聞いてください。はい、間違いないで、木の札、木の札、あの一番いいのはこれはホームセンターで、かまぼこ板ぐらいの木を買ってきていただいて、それで墨えー、もしくはマジックで書いて入れておくと。 結構木は持つんですね炭を描いたのは持ちますので、でそれと当店ですね、あの言っていただければ、職人さん、5500円ですけどね、職人さんが記入すること可能でございます、ね、綺麗な字でですね。 ですから、木の札も一緒に入れておかれると間違いないですね。まあそういう感じでですね、されたらいかがでしょうかと、昨日お伝えいたしました。シールはすぐ腐れますよね。はい。えー、よいしょよいしょ。骨つに貼るシールありますかと。えー、紙のシールはすぐ腐れます。あの、テプラも一緒ですね。貼られます。えー、骨壺に直接書いてください。えー、内部、蓋の裏、 えー、素焼きの部分ですねあ,のあとこの骨つのこの底の部分もですねこれは書けますマジックで書いてください、えー「油性マジックで骨つ蓋の表裏」 記入されたらいかかがでしょうかと、まあ、お金もかかりませんしね、大きく記入してくださいと。あと、木札に、えー、墨を書いてですね、あのしとかれて中に入れるという手もございますと、まあ、昨日お伝えいたしました。あの大理石とかでできた骨粒はですね、名前を彫り込むことが可能なんですよ。そういうのを、まあ、とてもですね、あ,のあれは、えー 当店から販売もできます。ただ、あれ、15万から20万ぐらいします。高いですね。はい。まあ、あのそういう形で、それよりもですね、まあね、やっぱりやっぱあの、マジックでもいいからですね、書かれたらですね、それが一番の供養になると思います。やっぱ字というのは、100年持つんですよね。ですから、何よりのいい供養になると思います。まあ、何かのお役に立てれば幸いでございます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は、て お祈り申し上げます。